錦式放戦車砲は第二次世界大戦時の第二本帝国陸軍の放戦車。各戦車連隊において、中戦車の火力支援を目的に開発された。放戦者とは、本兵器のような大口径砲を旋回砲等式に搭載した中戦車のことであったが、一時自走砲を改造して、放戦者の代用品にする構想により、錦式放戦車の興味が失われていったことで、 放戦車は自走砲と同一兵器であるかのような誤った情報が広まったとされる。日立製の市政放戦車法は1937年に自走式戦車支援法の名で開発が着手された。当初は対戦車法人地を破壊するための援護射撃を行う自走砲として構想されたため、手法は不評連隊に代行径不評砲として配備されていた三砲 41式散歩を改造して固定式に搭載することになっていた。この時点では対戦車戦闘は想定されていなかった。その後、1939年6月には計画変更により一旦白紙になり、搭載法はそのままに搭載方式が旋回砲等式に改められた。名称も後に、砲戦車に改められる。1940年12月、 99式7センチメートル反戦車砲の姿勢法が完成した。これは、薬質容量は41式散歩と同じだが、94式散歩と同形式の水平左線式を採用した、全く新規に開発された方であった。よって41式散歩用の弾薬がそのまま使用できた。しかし41式散歩用そのままでは、初速不足であることから、 41式散歩用と同じ薬莢を用いながらも、創薬を改造量した新規格の弾薬塔が開発された。これにより、初速が秒速360メートルから秒速445メートルに増大した。しかしわずかしか生産されない二式放射射のために、新規格の弾薬を生産することは非効率として、結局生産は行われず、 41式散歩用の94式榴弾をそのまま使用することになった。この方を97式中戦車地波の車体に搭載した車両が1941年春に日立製作所にて完成し、四勢一式砲戦車と命名、同年中に試験が実施されたが、移動する目標に対する射撃の困難と走行間鉄力の低さが指摘されたほか、 対戦車の大きいヤホークラスの方を、砲戦車へ搭載すべきとの意見が多く上がっていた。当時、ヤホーを搭載した唯一の車両であり、ヤホー兵の装備として開発されていた一式7センチメートル半時装砲を、砲医者の開発を主導していた気候家が、ホニーチの砲戦車としての適性を見出し、砲戦車としてのさらなる改良を求めたとされる。その後、ホニチは、 放戦車として採用されず、その後も放戦車として採用するか否かの計画が持ち上がっているが完全としない。二式放戦車、側面1942年末、一式抽戦車地平の車体をベースに、同様の密閉式旋回砲塔の車両が三菱重工にて製作され、これが後の二式放戦車の原型となった。五月に車体が竣工しており、一式抽船車は、 油圧サーボ式の走行装置を導入する予定であったが失敗し、逆に二式砲戦車の車体を一式中戦車に流用したという説もある。九十九式七センチメートル反戦車砲のベースとなった四十一式三砲は対戦車砲としても用いられていたため鉄鋼弾が用意されていた。また、対戦後期になって開発された二式戦交榴弾という頭を使用することにより、 対戦車戦闘を行うことも構想されていた。この多弾は射距離に関わらず100ミリメートルの走行を貫徹することができた。1943年8月、西気放戦車によるたたまの射撃試験が実施され、殺傷威力確認用のウサギを収めた標的車に対して射距離800メートルから射撃し全弾命中したという。 なお当時開発中であった姿勢 57mm 戦車砲は99式 7cm 半戦車砲の方針と交換して搭載可能なようを考慮されていた。量産車は1944年に三菱重工東京機器製作所にて30両のみ生産された。以降は生産されることもなく全ての車両が本土防衛用に温存され実戦には投入されていない。 99式 7cm 反戦車砲のベースになった単方針18.4口径の41式三砲の場合、鉄鋼弾の後半貫通限界圧は射距離 100m、50mm、500m、46mm、1000m、43mm であった。99式7トル反戦車砲は41式三砲の弾薬と共用であるが、 長方針23.9口径であり、初速が速いため、41式散歩の後半貫通源開発の数値よりも鉄鋼弾の貫通威力はやや大きいと思われる。99式7センチメートル反戦車砲と弾薬が共用である41式散歩用の2式先行榴弾は、走行75から100ミリメートルを貫通可能であり、 終戦時に完成品及びハント品を含めて合計5万5千発以上存在していた。二式戦交榴弾と思われる成形作薬弾は連合軍に露覚されており、1944年4月に実施された射撃試験によればマチルダ2不評戦車の車体正面を貫通している。ありがとうございます。